さて、どこに置こうかな。よし、5にしよう。相手は6に置いてきたな。じゃあ次は1に置こう。相手は4か。じゃあ私が9に置いて、勝利。という感じで、マス目内で先に、直線になるように、駒を3つ置いた方が勝ち。これが丸罰ゲームです。みんな知っていると思います。今の勝負では、相手はランダムに配置していました。これでは面白くないので、フィールドを増やして AI に学習させます。AI は、今自分のターンなのか、相手のターンなのか、そして、盤面の状態を常に観測しています。そして1から9のどこかに自分の駒を置き、その結果勝てば1の報酬、相手の駒によって負けた時マイナス1の報酬を得ます。また、引き分けになった場合も 0.3 の報酬を得るようにしました。その他、AI は置ける場所から数字を選ぶのではなく、常に1から9の中から場所を選びます。なので、すでに自分の駒や相手の駒が配置してある場所を選んだ場合も、マイナス 0.1 の報酬を与えます。そうやって学習していくのですが、丸と×両方 AI にして勝負させながら学習した結果、強くなりませんでした。なので、AI の相手を完全にランダムに配置する、ランダム君にして学習しました。では、50万回ほど学習した AI と勝負してみましょう。私は×で、先攻後攻はランダムで決めます。相手は5ですね。まずは手始めに弱い場所に置いてみます。9に置かれてやばいので守ります。AI は見事、勝ち確の場所に置きましたね。しかしこの AI、うまい時はうまいですが、まだまだガバガバで、こちらが単純に置いても、簡単に勝てることもしばしばでした。ちなみに、この AI とランダム君を、500回対戦させると、うまく、学習はできていることはわかります。そこで、学習時の AI の相手を、完全にランダムにするのではなく、二つ揃っている場所があり、大手の状態だった場合、勝ちとなる場所に置くようにしました。これを、アルファランダム君とでも呼びましょう。さっきの AI とアルファランダム君を対戦させると、AI の勝率は 10% ほど落ちました。ということで、同じようにアルファランダム君相手で学習しました。では、アルファランダム君で学習した AI と、アルファランダム君を対戦させてみます。少しだけさっきよりは良くなりましたね。でも、これでは AI としてはまだまだです。戦ってみても、いい感じのこともありますが、まだ弱すぎです。人間同士の戦いだと、引き分けになるのが普通ですもんね。そこで、アルファランダム君をさらに改良して、勝てる時は勝てる場所に加えて、負けそうな時は必ず、そこを防ぐようにしました。これを、ベータランダム君とでも呼びましょう。ベータランダム君は強いので、さっきまでの AI では、約5割は負けます。ということで、今度はベータランダム君相手に学習を進めたのですが、最初から相手が強すぎると、勝ち方がわからないのか、学習がうまくいきませんでした。なので、途中までアルファランダム君で学習し、ある程度学習したらベータランダム君相手に切り替える、カリキュラム学習にしました。これでようやく、一緒に遊べるくらいには上達しました。丸罰ゲームは、今回のような強化学習を使わなくとも、強い敵を作る方法はいろいろあります。ただ私が扱い慣れているユニティのライブラリを使って、サクッと作ってみようと思ったら、ハイパーパラメータの調整やら、その他の工夫で意外にも難しかったです。簡単と思っていても、やってみないとわからないことは、たくさんありますね。今後も今回みたいな AI の学習はやっていきますので、ぜひチャンネル登録して通知を待っていてください。